岐阜県政ホットラインスタート。歴史人物画の名手、中津川市出身の日本画家前田青村。大正期から昭和期にかけ意欲的に制作を続けた岐阜が誇る日本画の巨匠です。現在岐阜県美術館では開館40周年を記念して前田青村の回顧展が行われています。初期から晩年に至るまでの100点を超える作品を展示しており、青村の全貌を伺い知ることができます。開館40周年記念前田青村展、究極の白、天井の青、近代日本画の到達点と題された展覧会ですが、見どころを教えてください。こちら前田青村とは中津川の出身の画家でございまして、近代の日本画を代表する一人でございます。その画家がこの岐阜の地から誕生している、そして92歳まで生きた前田青村、70年以上の画業でたくさんの作品を制作しております。全国の美術館やご所蔵者の方から100点以上もの作品をお借りして、今回の展覧会が開催することができました。初公開になる作品もございますし、皆様お楽しみいただけると思います。こちらは重要文化財に指定されている作品、洞窟の頼朝です。重要文化財に指定されてからは岐阜で初めての公開となります。岐阜県美術館が所蔵する絵を待つ、舞台に上がる前の能楽師の姿を描いた異色の能画です。青村は動きのあるものと静かなものという表現するために、余白の白をとても意識した画面を作っております。日本画の色彩表現というところも青村の作品の見どころになっております。岐阜県美術館の開館40周年を記念し、過去最大規模で開催する岐阜が誇る日本画の巨匠前田青村の回顧展、期間中は学芸員による美術講座など関連プログラムも予定されています。詳しくは岐阜県美術館のウェブサイトをご覧ください。岐阜県からのお知らせです。オミクロン株に対応した新しいワクチン接種が始まりました。新しいワクチンは従来型ワクチンを上回る重症化、感染、発症予防効果が期待されています。新型コロナは年末年始の流行が懸念されています。接種券がお手元にある方は速やかな接種をご検討ください。次回も見てね。